ああ <sighs> 皆さんこんこにちはゴーーーージャススビュュティーニュースの時間です小豆を煮やした小豆水を飲むだけで痩せるという小豆水ダイエットが韓国や台湾で人気を呼んでいるということが明らかになりました北海道立総合研究機構の小豆博士加藤さん曰く小豆に含まれるカテキンなどのポリフェノールが食事で摂った糖を分解吸収するのを抑える働きがあるそうですまた脂脂肪肪のの分解吸収を抑えて体脂肪の原料となる 血中中性脂肪の値を低下させることも分かっているそうですダイエットに適している小豆としては国産の色が濃く粒が小さいものがベストなのだそうですラジオの前のあなたも小豆水ダイエットチャレンジしてみてはいかがでしょうかということですが、えー、こちらゴージャスリエさんいかがでしょうかこれこれ聞いて初めて聞きましたあ小豆水ダイ初めて聞きますやっぱ初めてリエさんの、ね、美容のことも詳しいですけども言われてきた小豆 あずき水ダイエットですどうですかこれ聞いてみて。ポリフェノールはほら女性ホルモンにいいんで確かにいいかもしれないけどあずき水でダイエットって今日個人的にはあまり飲みたくないな。飲みたくないですか？あまりなんか美味しそうなイメージないんじゃない？まあまあでもまあなんなんですかねまああずきはね一家に一袋あるかと思うんですけどねないあるない。 <な>いい <laughs> いねああれれどうでしょうイーさんは分拡大ゲラゲラ,あーゲラゲラジオハハすてき

後半だね後半でございます、これいやよろしくあと、60分あ、もうもグダグダでも厳しい感じだねということで、ウィークリーフッションのニュースウィークリーフッションじゃないですね、ニュースじゃないですね、ウィークリーフッションも始まりました、ということですねもうです、90分ねまあまあ、これ経緯ちゃんと話したはい経緯話した ?90 分あ、どういうことですか経緯って いやいや、本当は、だから、まあ、今週がちょっと、放送、私が。あの、この、生放送に間に合うか、わかんないから。そう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 。元の状態で、じゃあ、もしあれだったら。まあ、あの、前にやってる、何だったっけ。ゴージャス、ゴージャス。ゴージャス、っ普うの、わからんけど、何がよく、わからんけども。その番組が、なんか、興味あるんだったら。ね、私の放送の枠も、よかったら、どうですかっていう形でが。今回のスペシャルに、繋がったということ。でそうです、そうなんです。そうなんです。 ただ思いっきり放送間に合うからいいよって言ったんだけどね <laughs> <laughs> いいよって言ったんだけどなんかもうやりたいみたいなこと言うからそうなんです <laughs> そのまま居座っております りゅうさんがねもうやっぱもう90分どうですかって一回脱診したらもうやる気満々で毎週90分やないや毎週はねちょっとね体がもたんわなあもたない早速持つどうせそんなにお客さん来ないでしょいいよん90分持つ持ついいよどうせスタッフやってるから何もしないでしょやります大体ーなんか仕事しねえんだからほんでねするよね あ、リさん喋ってるずっとお仕事してないじゃんじゃ仕事してないじゃん喋るのが仕事ですよそうなんですよねエさんねそうなのようんそっかもうやりました30分はとりあえず分やったはいあっという間だったねあっという間いや本ほんとにオープニングだけだあっという間あっという間でて毎週やってるでしょほんとや何かなあそうね ねあ、そう?。いや、今年は嫌だな。<laughs> なんで今年嫌なの?。なんでだろう?。<laughs> いやいや、この時期から、ほら、うん、ちょっとサロンもね。うん、バタバタなんて。年末に向けては。なサロンもなんかあるのそういうの。そうなんですよ。年末に向けて、9月から12月は忙しい。1月までは忙しいですね。バタバタだね。二月がだいたい。気を処理する人が多いってこと、冬に。い、あのー、美容か、美容が。 忙しくなります。ネイルにしてもマツエクにしてもフェイシャルにしても脱毛はだん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 えっとね1月から暇になる1月2月が暇。えなんでだ？寒くなるから。寒くなるからか。ああ見えないからってことか。そう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 。寒くなるとだんだん脱毛はお客さんが真冬は減ります。減2月はだいたいあんまりいないね。っていうことね。6月から。なるほどなるほど。はい。はいなるほど。そうなんですね。

<昨>日コンテストでしょでええじゃん別に何か,か出てきたとかじゃなくて何か何だったかなと思って <laughs> <laughs> えっいつもから何か見て何か出てきたんでしょって振ったのだろう分かんないそうです何か何かやってるなと思って <laughs> それがでもそうなんか大会なのかイベントなのか <laughs>、まあ、まあ大会みたいなイベントではありますけどね入賞とかあるんですか入賞 まあ何位までが入賞かよく分かんないけど3位までだったらメダルもらえたのかな私は外国人と設定最後ちょっと負けて4位だったんだけどねああ外国人も一緒にもちろんもちろん一緒に出てすんげえでけえ黒人選手が来ていやお前出たらダメだろっていうやつもいっぱいいたけど体重別そか別にないです関係ない年齢別身長別だねああはい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 1 6 8ンチ以上っていうジャンルなので。 えじゃあだいぶじゃあもう、うん、そうだねだ大半が同点で白人かなの方と言って競って <laughs> そこでいい感じで同点だったんだけど、あのー、2回目の審査の時にちょっと差がついちゃったのかなそれでサインを逃すという形には表彰台には上がれずまあ表彰台とかまか一応みんなの乗るんだけどね乗るというかみんなステージに立って、まあ、メダルがなかったっ。さあさっメダルがなかったんだけどは 今ま,あまあでも、まあ、私、パッション史上は最高の体を作ることができたので、まあ、よかったかなとは思う、ね。思ああ、そ、もうずっとやってますもんね。この、最近の。ちょっと、一ヶ月前ぐらいにあったやつもありましたもんね。ああ、そうだね。あれはイベント,とかもベントでね。うん まあまあまあねなかなかこれをまあ去年ぐらいからねあのー、ボディービルのまあコンテストの初挑戦してうん、うん、それでああなんかこういうふうな形で仕上げていくんだなみたいな形でちょっと大変だけど、ね、でも面白いなと思って、はい、やっぱ自分の体が変わっていくって面白いじゃない、はいね、はい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 そういう意味ではちょっとやり始めて。 で今年はもういいかなと思ったんだけどたまたままたイベントがあって、うん、絞らなきゃいけないということで,でその流れで昨日の大会も出てみようかなと思って,てあ,あ本当に誰でも参加できるような楽しい感じのやつなのであ<ー>がっつりがっつり選手の人がやるみたいな感じじゃなくてちょっと体鍛えてあせっかくだからみたいなノリで出れるような感じなので子供の人たちもいたしあ<ー>あキッズ<ー>の,の部門もあったりとかして。てキッズっあるんす ええ。だって女の子はキッズの子なんかも鍛えてるってこと？いやいやまあまあ普通に水着着てかだからもちろんだから五歳から十歳の子とか鍛えてるわけないから、あ<ー>まあまあ立ち,立ち振る舞いとかそういったのでみたいな形だったのかもしれない。百六十八センチ以上はみんな一緒ってことですか？<あ>なか。まあまから男子女子もちろん分かれてるよ。あ<ー>あ。 なんかね。どうどうですか、リエさん。あ、だからリエさんみたいなその女性の方とかも全然普通にビキニとか着て出てたよ。へえ。すげえ。ねえ。リエさんなんか出れるんじゃない？沖縄で？もちろんもちろんもちろん。だけど外人さんも一緒ってなると。ま、女性はいなかったけど、でも女性も結構出場者多かったよ。ああ。リエさんよりもちょっと福岡の人とかでも全然出てたりしてたから。リエさんなんかいいんじゃない？なんか派手な水着とか似合いそうじゃなん。おお。 うん、鍛えてないからね。ちょっともうちょっと肉付きをよくした方がいい,いねね<え>。ねだよね、ね <laughs> きっと。ちょっと細すぎるかな。あ<ー>、うん、あ、んまり興味ないですか筋トレは？筋トレ興味ある。あ、やってます。だって体脂肪ちゃんと測ってるもん私。あ、毎回自分の。毎日毎日測ってる。毎日朝はい。 体重乗ってちゃんと測定器だ全部体脂肪を全部。そうだよ。これぐらい努力しないとあんな体維持できないよ。うん、測ってる毎日朝。そうそう。みんなねう裏山リエさんはいいなみたいな形で努力してんだよね。努力しないとこんなならないよ。おばちこんなおばちゃんがさこんな体型術なんて相当努力しないとダメよ。とんでもないとんでもない。とんでもないとんでもない。リエさんも体重計測なかったら太ってるわ。 あ筋トレもやってるウォーキングもやってるウォーキングとかだよねウォーキングもちゃんとやってあウォーキングか朝夜夜はい週に2回1時間新都心のウォーキングとあとストレッチ必ず1日10分と縄跳び縄跳び縄跳び300回。 300回ぐらいだとどのぐらい時間やれるのいやそんなにかからない分。5分ぐらい。うん、5分ぐらいかな。奥までも足腰鍛えられるね。3 0回。えー。歩かない日は縄跳び、うん、<ー>歩く日はもうできない。もうドキドキで目まいしてる。一<ー> <laughs> 時間で健康じゃん。<laughs> もうできない。縄跳びできるぐらいの体力は残ってないんで、<康>あね、ウォーキングができない日はちゃんとストレッチ10分と縄跳びビ300回。 はあ。やってる。うん、そうだよね。土日は休み。平日ね、月曜日か金曜日までの間。三百回っです。ご飯もやっぱ気をつけてんの。気をつけてます。また、あの、ご飯類は食べませんね、炭水化物。ほぼ取らないんだ。ほぼ取らない。じゃ一緒じゃないですか、ポジション。ほぼ取らない。もう長い間取ってないですね。たまに食べたくなる時ぐらい。最初は取ってんの。 3食も取らないですああ<ー>、はい、あんまりよくはないかもしれないね朝,<ー>朝とかはがっつりちょっと食べるけど昼がほら不規則なんで昼時間っていうのが基本ないから朝はしっかりとってる朝と夜夜はちょっとつまむ程度かな昼ま<ー>うんぐらい、まあ、昼こう<ー>皆さんと食事行く時とかは朝抜いたりとかね やって昼みんなでランチ会とかがあるんでやっぱりエステランチ会みたいな感じとかそういう時にはもう朝は食べないで昼に備えて昼がっつり食べてまた夜抜いたりとかみんなで食事行く時には炭水化物も取るけど基本自宅での,のは炭水化物はもう取らない全く。 じゃそうやってちゃんとほらストレスフリーにさせる日もあればみたいな形でやってる子も来ているんだよね。まあその人がうまくいって体験実してるのがその人の正解だからは<ー>、うん。いろいろやり方はあるけどその人が一番合ってるのが一番楽しくできるかったらそれでいいんじゃない、うん。ストレスにならない程度に。そうそうそう。できるとベストなのかな。ええ。意見、うん、も年齢言ったらわかるよ。えー、もう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 これもう。<laughs> 森リさんもこれもうダメだよ止まんないもん。たぶん痩せることはもうまずない。もう僕ブブブブブと。痩せますよ。もう三十三十でしょ。ああもう無理だよ。これもう大体無理こういうパターンも沖縄の人の典型的な人っていうパターンね。ねえ沖ね。かわいそう。お前お前もう痩せることない。残念だから。みんなそう言ってる。みんな沖縄の三十代でみんなそう言って。大体大丈夫。そうやって沖縄の男性の四十五パーセントは肥満になってるんだから。

男性見てて同期妻とか男性に限らないよ女性もそうだけど年齢重ねるとともにまず変わったって太ったねっていう言葉が先じゃん先じゃないもう久しぶりに会ったらみんなだいたい太ったねって会話が先だよねうんきっとそうだと思う言ってるわかだからやっぱりねどうなんだろうね車社会だけの問題なのかそれではま,まあ過度なまあ 行事ごとも多いもんねんこの食事も偏ってるしやっぱ昔ながらの暑い地域だからさ飲む機会も多いですよねそれ考えたらああ、ま、のい飲む機会もその後にねやっぱり食べるから揚げにしても何、うん、にしてもとか、ね、いやー やっぱりももううあれななんんだろうねなんかもう本当にそすぐ手軽に取れるみたいな形になるとああいう料理になっちゃうのかな手 <あー S 1>、えー、の込んだ料理というよりは,はって<ー>んだって天ぷら屋さんも多いじゃんあー確かに天ぷら屋さんはもう昔ながらのやつがねう,うーん三時のおやつに天ぷらってそうだよね天ぷら多いよね最高っすねあれでもね 確かにねしかもあれって天ぷらってあれは沖縄だけぐらいじゃないのあんなこだ、ね、の熱い天ぷらってでしょ普通天ぷらってカリカリの天ぷらだからねね,ね,ねほらやっぱりそこもあるよ絶対普通に三時のおやつ天ぷらで,で、ね、あれが美味しいんだか、ねね、でもだってそんなこと言ったら大阪だってさこんな文化だし、えーうん、でもあの人たちってそんなに沖縄ほど太ってる人いないいいないよね何,何が違うんだろうねそこら辺ん ね<ー>まあの人たちも毎日毎日粉物もん食べてるわけではないと思うんだけどさ。でも日本 もともと炭水化物を美味しく食べれる文化がすごいじゃない。ね、確かに。そばう,、ね、うどんとかも美味しいし,いしいね。いしいねご飯も美味しいしね。世界で見ても一番炭水化物の調理をうまくできる文化じゃない。だよね。年齢重ねたら消化が <laughs> ほら。やっぱり消化できてないんだけど。<laughs> いやいや、基礎代謝も落ちるから。<ー>やっぱ同じ量食べてると確実に。 やっぱりそれ理解しないとあもうじゃずっと同じ量食べてたらいけないんだいけないいけないだって代謝落ちるのにそうだね代謝落ちるからだから要はだからんだろうね年齢を重ねて痩せにくくなるんじゃなくてうん、うん、年齢を重ねることで筋肉量が落ちるから太りやすくなるだけで、うん、はそうそうそうだからそれを防ぐにはやっぱりまず。 理解しなないいいとけね筋肉落ちるってことはもう老化だからさ老化老化老化だからその老化を防ぐってことはまずは筋肉量維持しなきゃいけないってことだからね健康につながるんだからねいや本当でも本当に自分もね理恵さんも多分この仕事してるから美の感度も高いと思うけども美の前にまず健康だもんねそうなのよ健康がそれに美につながったりするからやっぱだか俺もやっぱそうそう 全然違うもんね東京にいた時とかさ内地にいた時とかってやっぱ歩くのも多いし沖縄だと本当に3分の1も歩かないんじゃない同じ生活したとしても電車も乗らないしさ階段上り下りとかありますよね向こうって階段向こうとこっちでもあるけどさあんまないです歩くそう歩く時間が減るのよそう減るよやっぱ向こうにいる時とここにいる比べたそらもう自分で時間を作るしかないのよねそうだねそうう本当おっしゃる通り。 すごい素晴らしい なかなかねだからね時間作らないからねいや作らないといけないの作ればあるのにやっぱりみんなほらこんな暑い中やっぱり汗かいてまだ歩こうって気にならないしうっとなったら炭酸を聞いたこのギンギン冷えたビール選べるの。それが間違いやまあいやそれはねそれで一つで楽しみであるんだけどねまずはねだからそういうのを得ても全然変わらない人はそれでいいんだけどねまあまあそういうますかやっぱ変わってる人が圧倒的に多いから沖縄って肥満って言われてるわけです だから、やっぱそこはやっぱ自分が、ね、やっぱ変えていかない限りには変わらないよっていうのもあるし。だから逆に安心するんだろうね。いや、お前も太ってるしって。そう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 。多分そんな感じかもしれないよ。うん。周りがそうだからね。<ー>は,いはいはいはい。きっと安心するんだう。うだって吉本の芸人さんもみんなブク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 太ってるじゃん。<laughs> 一気のやつだとか。<laughs> でしょ。<laughs> それで、まあ、なんか麻痺するでしょう。いいかみたいな。 いやそんなことちょっと俺はこいつらどっち芸みたいなあいけそういう意識ありますよやっぱりやまあほら芸人ってまたそれで面白けりゃねいいとかって言い訳にするしさ面白いまでまず健康でなきゃって話だからねまあそうですねそう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 面白いだけじゃなそうねそうですようそ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 いそうそうそ ねちょっとそっちに行かないでしょ誰もみんなちょっとね少ないですけどそうでしょうマイナして面白くなろうとして松本さんを筆頭に今ね松本さん松本さんはそういう思いでやってるかわからんけど庄司さん庄司さんわばわばねそうだね筋肉さんはねはいそうそう筋肉系に増えてますからねまあでもねなんかまあね食に行くそのストレス発散もあるけどね動かすっていうそのジャンプとかするとまた気持ちいいんだよねうんいいよ うう汗かくっていうのはなかなか汗ってかかないんだよねやっぱりサロンにいると<ー>ほら終日クーラーの中だしなかなか汗かく機会ってないんで書きたくなくなてそう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 だってほら接客業だから、うん、汗,かい汗をたらたら飲しながらって接客できないから、ねはいうん、そうなるとやはりよ、ね、こうウォーキングでもしないと本当にもう垂れるぐらいの汗ってかく機会ないと思う。 だって歩かないしどこも行くわけじゃないしあ汗抱くなんてなんか久しぶりに、ね、ないでしょね <laughs> し久しくやってないっすねきっとみんなそういうもん汗,汗が本当に垂れ流れるぐらい<ー>流れるぐらいの汗ってかかないよね、はい、確かに まあまあそうかもしれない、ね、パッションさんとかもじゃあほぼ毎日も汗だくですかいやでも自分はその涼しい中とかでもトレーニングするから<あ>別に汗かくだけが、まあ、っていうわけではないけど逆に汗かくとパフォーマンスが下がっちゃったりするから効果もなくなったりすることもあるけどねえーうん、まあ痩せることだけに特化してるみたいなことですかね汗は。 そう,うそういうわけじゃないんだけど外で歩く時はもちろん汗かくけど、うん、ま筋トレする時は必ず汗かくことだけがいいかというわけでもないけど、ねえー、いろいろ目的もあるわけさ。うわ ちょっと難しいいいものだからいいしが必要と感じればやればいいしそれまで感じないうちは誰だってねやった方がいいよって言ってもんでやらなきゃいけない気持ちがなければねやらないからねやるしなければいいんだよそれでね全然全然全然自分たちはそれを仕事にしてるからねね性を感じるっていうこは それを感じない人で無理にね、うん、やった方がいいよって言ってもしょうがないからね。なな,あなんか二人今日なんか <laughs> な,なんだこの楽しいねコ。コンビネーション、ね。いや,いや,いや本当に大事なのよ健康って絶対に。うん、<ー>そうまずだからその痩せる痩せないを別としてね。まず健康だよね。<ー>本当の沖縄も本当に本当にまずいと思うよこのままだったら。 うん、ああ<ー>、だっては男性成人男性の半分に一人がもう肥満って、ありえないよね。本当にありえないよ。絶対ありえない。ありえな、ね、い。 まあ要は曲,曲のいい俺肥満でもあの動ける肥満だったらいいわけよ、健康的な。わわわかかかるかるああかるかるいるよねすごい肥満っぽく見えてもまあ、ね、ビルダーさんなんかあのオフのシーズンなんか肥満にも見えるけどあの人は、ね、筋肉もあってああいう健康的な肥満だったらいいんだけど圧倒、うん、的にそうじゃない肥満の方の方が多いはずだから健康的な肥満だったらそれでいいわけよそうい、ね、ゃ,ゃ健康よ。

だったらいいねそれでいいわけよだったらいいかもしれない肥満でも痩せる痩せるじゃなくてうんうんいいかもしれない肥満でも100歳ぐらいまで生きれいような全然生涯自分の体で思い切って行動できる肥満だったらいいと思うけどね多分そうじゃないにやっぱりなってしまってるところが怖いではあるからって話なんじゃないだと思うねい。そうそうそうなるほどな 旧ああしか市の俺さんからですね、うん、コメント来てます。うん、おいリエ はい、デブなったかって。<laughs> 多分ガリガリだから。心配してるなってないし。ね、でも、あの、俺さんもほら頑張ってるじゃん。そうそう、ダイエットのため。ためいや俺さんもなんかやってんだ。ウォーキングやってるよ。あらあらあら,ら,ら。で、ね、なんかフェイスブックに投稿してた。なんかね。うん、違うんじゃない、なんか、その徘徊じゃない、なんか。<laughs> <laughs> そうだろうね。徘徊、そうかもね。<laughs> <んか> <laughs> <laughs> いや、徘徊でもいいよ、いいよ、そうよ、歩けば、徘徊でも、何でもいいわ。 ままああねやっっちゃってそそそうそうそう、まあ、俺から見たら違うんだけどなと思ってた時ねまあ絶対教えないけど矢部明はま、い、ーマフリーまあね先週ちょっと放送の関係でちょっと最後にっそうですもうフリーでございまして、はい、ちょっとここで読んでいいですかね、うんはい、俺さんから、はいうん、先週かな 先週いたいましたんですけど、ああそうだ先週ちょっと俺さんからこれあのゴージャスの方にも来てましてですね。それちょっと紹介できなかったんで、はいゴージャスの方読みたいと思います。あゴージャスでもちょっと時間なくて読めなかった。そうそうそう読んだ。俺さんやつでしょいいんじゃないじゃん。はい行きましょう。ゴージャスの皆さん大城くまさんお疲れ様です。旧ュー鵠島氏のポッドキャスター旧ュー鵠島氏の俺です。カッコ俺です。ところで約一ヶ月と 16日ぶりの、まあえー、23, か23日ぶりのメールになりますがお元気でしたかもしくはお元気でしたか、えー、俺はは下半身以外は元気です <laughs>、えー、さて聞くところによるとこのラジオではいろんなお悩み相談を受け付けているようですが先週は洋服を買うかやめるか <laughs> パーソナリティの個人的な悩みがメインでした、ね、あなんか俺も放送聞いた <laughs> こっち来る前おいリエ、えー、俺のメールが長いとか言っていたが リスナーに文句を言う前に放送中に洋服のことばかり考えて悶々としているのはえいかがなものか<笑><笑>とにかく放送中はエロい妄想をしないように気をつけてくださいね、えー、ところでえこの前はえ運慶がありましたね、うん、おいり昨日はあその昨日というか運慶の日はおばあちゃんちに行ったか俺は3時ぐらいに行ったけど 会えなかったな。<laughs> なんでその話どうでもいいよ。ここで送んない。<laughs> <laughs> むしろこんな内容送るなよ。<laughs> <laughs> えー、早く「えー、運慶重視いっぱい食べて少しはデブーになってたか <laughs>、えー、早くデブーになってばあちゃんみたいになれよ」<laughs> えー、ところでこのラジオは時間帯があれなので生で聴聞く人が、えー、少ないと思いますがポッドキャストではかなりの人が聴いているようですねそろそろ放送を1時間にしてもいいと思います <laughs> <laughs> ああいいんじゃない、えー、あの知名度だけのパッションさんのラジオでさえ生意気に1時間もやっているので <laughs> あんなラジオより面白いこのラジオの方を1時間やる方が中根のおばさんも喜ぶ しいいい親親戚親戚俺も池井くんと同様そそうう思思まますす僕はさて前置きはこのくらいにして <laughs> またドクターストップのためしばらくメールを休業するのでご了承ください、うんうん、とりあえず今週もこのラジオ独特の構成を無視した内容に期待しています、うん、さてそんなことより池井君 高齢になった今週の漢字一文字をお願いします。旧串川市の俺でした。かっこ匿名希望というふうに言ってんだけどね。いただきました。今週は、太いという漢字にいたしましょう。なるほど。ということでね、これが。俺さんも一応月一なんだ、このゴージャス、ゴージャス。にそうなんですよね。月一、まあ、そうですね、一ヶ月以上経ってますけども。そういうそうで。で、これプラス。で、ウィークリーにも。ウィークリーにも、届いているということで。 え、俺さんのがね、あれ、な、あ、困った、あ、なくなった？ったなくなった？なくなった、なくなった、なくなったでいいよ困った。困ったの。<laughs> 消しちゃった？うん、えー、やばいね。ああ、ありましたありました。ありました。ありましたはいはい。はい。 でこれ先週叩いたやつですかねはいありがとうございます、はいえー、ジャイオンを見せたいと思いますッショさんキャンさん青白熊さんミスタリケーキのお疲れ様です旧ぐしかわしのポッドキャスター旧ぐしかわしの俺ですかっこ俺です、はいうん、ここら辺コピペ,ペだね <laughs> <laughs> すごい <laughs>、えー、さてついに皆さんが待ちに待った9月ですね、うん、もうみんな待ってるの、うん、あ言い忘れてました皆さんが待ちに待った9月あ9月ですね、うん、これもコピペだね,ね <laughs>、えー、そんなことより質問です <laughs> はい。 えー、こんにちは何回目の放送でしょうかはいこのラジオよりゴージャスの構成に力を入れて LK 君つまり先週の放送は 1, 1どうぞ。200 そうですか、それは幸いですね。293？はい。ところで今週は約2ヶ月ぶりのあ、そうなんですね。2ヶ月ぶりにメールした休業しかしの俺ですが、メール休業中の俺がなぜ今週はメールしたかわかりますか？それは先月の放送を聞けば一目瞭然なので次のデータをしっかりお聞きください。データがある。データがある。はい。8月14日テーマ夏休み、豚骨寿司さんと薬科出身の前原さんの告知。あ、ちゃんと聞いてんだこの人。ああ、りますね。え、27分7秒からテーマへ行くが5分20秒もお前。 <laughs> でもほとんど豚骨臭さんのエピソードだったのでよしと、ね、あよかったメールが4通、うん、モンパの読みさんと豚骨臭さんとパッションさんがラジオネームをはっきり言わなかったので誰か分かんない人と片桐仁さん、うんはい、8月21日テーマ「最近読んだ本ゲスト西条兄弟と「 マサマジック、うんえー、52分35秒からメールを読む <laughs> <laughs> 確かにねちょっとマジックでテンション上がっちゃったもんね,ね,ねごめんなさいあれこれね母ちゃん申し訳ないもう生でなかなか見れないレベルのねマジックだったからちょっとそうだなうこれはもうやりながらもいかんと思いながらもちょっとマジックにハマってしまったな,んなモンパさんの嫁さんの「日、えー」生意気にも読めないメールもあり <laughs>、えー、8月28日テーママジック しょうもないどこでもステーキだ。<laughs> <や> <laughs> <laughs> そうだね。<laughs> そして45分2秒にやっとテーマへ行く先週読めなかったメールが2つ沖縄大好きさん片桐仁さん今週のメールは2つユーミさん片桐仁さんデータで見る限り先月もメールの平均が2つ明らかに右肩上がりにメールが減っています上がりって言わないんだけどね使い方間違ってるけどもしかもメールを読み始めるまで40分以上もダラ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 とお前らの話をしてることがわかりますまあこれもう3年前ぐらいから分かってたんですけどね 言ってるが、うん、メールを送ってくれるリスナーさんは、うん、大事な人生の中の貴重な時間を使ってこんな番組にメールをしてくれているんだぞ <laughs> そんなリスナーさんへのメールに感謝の気持ちを込めるどころか、うん、読むのに必死な上しっかりコメントしない結果がこのざメだ <laughs> おいこのラジオがスタートして何年目だ <laughs>、えー、年数だけ増えてメールの読み方が全く成長しないのはどういうことだ <laughs> 先週のポッドキャストでテーマを言う前の放送してくれて 通常のよルボーリースナーさんもメールを送ってこなくなったじゃないか<ー>、えー、とてつもない伸びしろがあるのは事実だが、うん、全く先が見通せないのはいかがなものか <laughs>、えー、ここら辺もコッピーだよね <laughs>、えー、このくだりのコッピーに飽きたとはどういうことだって <laughs>、えーえー、下半期こそこのラジオの成長を少しでも与田さんに見せてくれる、はい、ななんんんで限定なんだろさえ、そして先週までのポンコツの放送を忘れてリスナーさんの皆さんが、うん、メールしてよかったと思えるような放送になるように期待しています。 そうですね、はい、えということで北中のおじさんの息子さん、えー、まず、長崎にいますけどもね、今日は。<あ>さて、馬ンさん、今週までは発展、うねうん、メールは読みましょう、うん、ラッキーアイテム、とんこつ中さん、<お> <laughs> じゃあまた来てください、えー。さて、話は長くなりましたが、俺はドクターストップのため、またしばらくの間、メールを休業しますが、ここでもコピペだね、ぼんくら,ら、はいえー、どもが今週が何回目の放送かわからないと思うので、今回は特別に教えます。うん 今週の放送はちょうど二百二十四回目の放送です。あ二百二十なるほどね。ま五かうん今日五ですね。っいうことで今日は五だね。おちょうど切るま切、あ、る、まあ、そ,そんなに <laughs> んな、ね、もしくはその前後です。どっちだよ。えということで今週でこのラジオが終わらないように頑張ってくださいね。はい、さてちょっとだけ文章が長くなってしまったので今週のテーマを沖縄市民会館の話発展しますがそれでよろしいですで九区しかしのでした各国月上旬ということでいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。 ありがたい話ですねすごいあのさコピペで思い出したんだけどさ、はいあのー、どうやったらパソコンとかでパッてすぐコピペできるのなんかコピペできるとかなんか予測変換とかで選ぶ方法あるよね<ん>パッてない何何これなん,かなんか意見習ってなかった<え>なんかパソコンで打つ時に台本とか打つ時に、はい、なんかわざわざコピペしなくてもこういうやり方あればはん簡単に作れるからみたいな形で、ね、時間のことですか 置き換える時間のことですか置き換える時間置くと書いて変換するの間で痴漢ってやつですかあっ痴っていうのそれ分かんないですあリさん知ってるのいや痴漢って漢字でしょうんうんあ漢字で漢字知って話聞いだよまあいいや忘れようこの話は忘れようということなんですけどもそうだなでもそうだな確かにないやもうあの確かにちょっと話くったらない話にちょっと伸びちゃう癖あるな俺らな いやでもマサマジックさんの時はちょ,ちょ,ちょっとあれはもう申し訳なかったな50分になってたもんなだってあの時ちょっとごちゃごちゃしすぎたじゃんその兄弟も来たしさまあそうですねマジックも来たしっていうもうなんかごちゃごちゃしてたしさもうむしろメール読まなくてもよかったんじゃないですか <laughs> <laughs> いやでもそうですねもう必要な時間をね作ってね書いてくださっているのに本当もうそれは申し訳ないなと思ってるからじゃあもう決めようもも、うん、もうもうもうあのなんかおこの 音が鳴ったらメールに行くみたいななんか作るああなんかしましょうそういうのうんだってエンディングだけはいつもほらこの曲が流れたらもうあもうエンディングに行かなきゃみたいなるなりますねあじゃこれ流したらもうメッセージ読むしかないっていう時間帯じゃそか行く時間みたいな形すればなんかいいんじゃないの用意しましょうじゃそれねそれを用意してたよとわかりましたでそれでまた CM 開けてオープニングでまたちょっと結局どうでもいいそれかあ触りやすいんだけどまあまあまあ一緒じゃん そういうのをアドバイスを取り入れていきながらよくしていこう成長していくというそうだねそうですねセルダ俺はドラゴンボールのセルダおおもう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 吸収できるもの吸収していこうって言うからだからもうあの爆発するまで吸収したらいいんじゃないのその時はもうこのラジオが終わる時だよフ M の波がなくなる時でなくなるああ なんかねいろいろなんかでもやっていきたいね。そろそろもう会よう。もう秋だし。そうなんです。だから今回だからまあ特別版としまして、後半にワンコーナー用意してますので。あ、そうなの。はい。うん。そっか。うん。なるほど。そうなの。なるほど。そうなの。これそれそう。そうですよ。ちょっと聞いてね。お台本もお台本も俺ちゃんと見てないから。一旦じゃシーエム行きましょう。シーエムはい。はい。はい。じゃあ一旦シーエムです。要はだからあれ、P はパッションの P だけど、叩くポイントの P も入ってるわね。

はい戻りました。いやピエのお前がはい戻りましたね。ダメなんだよ。ダメなんだよ。も急遽したから。はいということで今回はまあスペシャル版ということでちょっと番組の後半にスペシャル企画があるんでしょ。ちょっと用意させていただきました今回どういうコーナーなんでしょうか。じゃあいいですかじゃそれではじゃあお願いいたします。ゴージャスディエターパッションやらがズバリ言います情熱的 ゴージャス人生相談わ<ー><あ>いいねこれあれだいいねお前らがやってる番組そのままやってるだけだ <laughs> いいねいいねなんでしかもお前ゴージャス人生相談なんだよ,よせめてお前情熱的パッションとゴージャスの人生相談だといいよ <laughs> なんでゴージャスだけなんだよクいやまあ今日はじゃゴージャス推しですから今日はなんでそうなの <laughs> そうですよ今日は まあ、まあ、いいや、何、んかやってるよね、いつもね、そう。なんですよね。この。まあ、でも、いいね、年食ってるだけやってさ、そこそこ、まともなこと言ってるよ。そうなんですよ。無駄に年取ってない。ちょっと、ちょっと、ちょっと、また年の話か。よ本当に。違う、違う、年は数字だけど、ほら、でも、人生経験としては、やっぱり、それなりのものを得てるな。あらら、緑超えてますのでね。もう、もう、ばず、バネリーさん、いきますから。なるほどね。このコーナーですね。年金問題。 お肌のトラブル、筋肉留学などこの世のさまざまな悩みを人として出してしまっているゴージュスリエさんと、そして沖縄で面白パーソナルトレーナーをしていらっしゃるパッション山さんにお悩みを解決してもらおうというとても豪華なコーナーになっております。すえ本日はお願いします。本当にはいはいま,あまあ悩みのない人生なんて基本的にないですからね。本当に悩んでございます。本当にもう今日もねもうあの悩みの方来てますので、ぜひともねこれえっとお二人ね解決したしていただきたいと。 そうだね。でもなんかそういった意味ではすごいよね前の番組ね結構人生相談来てさ、うん、こんなこんなおばちゃんにもやっぱ何か救いを持っててくれるじゃないね,ね,ね需要があるのからねあ、はい、あま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 あせっかくなんでどんな悩みっじゃあ行きましょうか早速、はい、はいはい。ええ行きます。こちらですね女性20代の方はい、はい、ええ Y さんからいただいております、はい、ええ先日急に LINE で高校時代の友達から、うんはい、止めてほしいと連絡がありました でえ一人暮らしですがちょこちょこ彼氏なども泊まりに来るのでいつ泊まりに来るのか聞いたところ「今日と言われ「今日は彼氏が来る日だったので断りを入れようとしたらもう家の近くに来ているよ」とのことであっという間にチャイムを鳴らされやむなく部屋に入れることにで彼氏には後で謝っておくことにしましたすると彼女はお腹空すいたからご飯が食べたいというのでちょうどお昼時でご飯を作っていたので食べさせると味が薄いなどと言われる始末。 翌朝私が寝てる間に LINE で「ありがとう」とだけ残して去っていきました、うんえー、せっかく止めてあげたのになんでここまで言われないといけないんだろうと後からイライラしてきました、うん、私の心が狭いからなのでしょうか意地でも断るべきだったのでしょうか彼氏にも悪いですなるほどというねこれお悩みですねんこんなもうあのー。 ね、お若い悩みねこんなんでイライラしちゃってもうどうでもいいはい、<laughs> 次行きましちょっとこれね、ねどうでもいいで片付けないわけでどうでもいいよ、そんなもん何の人生の中でも、何のどうせこいつ覚えてないよ、もうどうせ、ね、そう <laughs> この Y さんはこれね、まあどんな関係かわかんないね、これだけだと。確かに。まあでもだから高校時代での友達ではあるから、まあ付き合う長いか、うん。長めなんでしょうけど、でもまあなんか頻繁に会う感じじゃない感じします、ね、そうね。久しぶりなんだろうね。うん、久しぶりなのかな。うん まあでもこの人がなぜ急に止めてほしいっていうそのあれにもよるけどねまあ理由もそうですよねそうそうそうこれはまあ多分止めてほしいってことなのでまあ県外の人だよね確実に、うん、多分ちょっとその今ま終電の終電逃したとかなんかそういうことだろうねそれでもう電車がないから帰れないっていう意味ではやっぱ。 止めてほしいっていうのは分からなくもない、ね、まあまあ分からなくもないですね,ねカラオケ行くにしても、うん、漫画喫茶行くにしてもちょっと一人じゃあんまり少ってみお金もかかるしうん,、うん、んなる人だしねうんうんまあでもそんな昔もそんな中だったからそんな感じのノリで来ちゃったんだけじゃないのどうなんだろうねそうなんでしょうねこれね、うん、彼氏もいる まあそうだけどでもそれがたまたま彼氏が来る日だったからイライラついてるだけでそれがう、ね、別にそうじゃなかったらそんんんななななな感じじもならなかっただけなんじゃないい大丈夫それが重なってしまった1個の,その嫌な気持ちの重なりが3つ4つ重なったから結局あああああっていう気持ちのまま結局その嫌なとこばっかりピックアップしてるからイライラしてる。うん っていうのもあるよね。あ<ー>あ<ー>、はい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 まあさらに文句言われてな味が薄いのそうそうそう。はい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 。<う> <laughs> これどうですか。止めてあげてあのご飯ご馳走してなんか料理文句言われるとどうですか。そうだね。まあ <laughs> 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 これどうですかこれ。だその言い方にもよるんじゃない。でこの文字だけだとすごいこの友達が悪いような感じするけどさ、ね、逆にのその現場で見たけどあれ。 これから,からしが食べたら薄いって言われないみたいな感じの言い方だったら <laughs> そ,うそうそうノリで言ってたようなんかもしれない文字<ー>だけでは分かんない,よ、ね、はいはい、はい、あ,<ー>あれこんな薄い感じなんだみたいな彼氏は何か美味しいって言ってくれるのみたいなとかさあ<ー>言うかもしれないし、はい、よかれと思って言ってるかもしれないからさよかれと思ってた怖いですね、うん、<laughs> 違うだからその人の受け取り方だと思うよ結局はあれなんか薄いけどみたいなうん まあどどううななんんだろうさんどうなの心が狭いとかそんなあれじゃないよね、うん、問題じゃない,よ、ね、いやもうこれはもうこの狭いの前にも多分この彼女のコンディションがもう最悪だからそうそうと思ななるしかない意地でも断るとかもうそんな問題じゃないと思うあーあもうそれはもう。 止めてしまったことはもうしょうがないことだから。そ,そうそうそう。なんかどうだろう、狭くはないと思うけど、ただ、ああ、私は。この時はちょっと、まあ、イライラしているコンディションだったのかな、ぐらいで。それが重なっただけやろな。<laughs> うん、の確実に返しが来る予定だったから。そこに、この友達がいきなり、チャイム鳴らしてきたやろもう近くにいて。断る、断る間もなくみたいな。<laughs> だからそれまず、そこからのスタートだったからね、さらに、ご飯 味がが薄いい来来どうただから狭くはだから要はこの女性が私は狭かったのが心が狭い狭くないでいえば狭くはないよね止めたんだから優しいけどまあでもそこでイライラしてしまったのは自分のコンディションの問題だけだから全然いいんじゃないすごいいいことしたんじゃないそれで 結局それをまたそれで彼氏にさ一つの愚痴でああよかったなって,って、うん、そっかでもお前はいいやつだなって彼氏に褒められれば全部消化石できるでしょその嫌な思い出が。 が、なんで止めれるんだよって言っちゃうとまたほら何、ね、か変な話になけど <laughs> いやこしらだからそこはまずこの彼の生きるよるよね,ね確かにこお前ちょっとそんなにながら止めたんだお前偉いなさっぱ俺が愛した好きになった彼女は違うなって言ったら<ー>もうすぐこんなのピューって飛ぶよね、うん、彼女は。確かに あ、どう言われるんですかね、<う>これね。これが彼氏がどう言うかによって、だいぶこの経験も変わるよね<あー>。<laughs> <laughs> お前、やっぱ偉いな、本当に俺が好きになった女だけあるな、お前。<ー>俺のが行く予定を断って、うん、で、こんなお嫌な思いしてくれてみたいな。はいはい、同じ思いだなって言ったら、<laughs> もうすぐ僕はメロメロ。もし彼氏だったら、どう、どう答えます。この場合、もし彼氏だったら、なんていう。お、いや、もう。 俺らだったら逆にえええ行く行くって言う。なんか違うなんか違う言葉をこれそうみたいな。友達が一緒にいても自分も止まるみたいな。友達が行く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 って。やだ。え、え、どうすの意見。なんかわからない。じゃ逆に俺も友達連れてくるからみたいなとかさ。やだ。見えで止まるみたいな。見えでなんか意見。なんか違うのあんじゃねえのみたいな。いやもういや普通にあもうじゃあごめん全然あのいいよって言って。あ行かないや。わかんないそれがさ月一回しか会えないようなさお互い 忙しい環境とかだったらまた違うしさこれがしょっ週に一回とかさ週中あるんだったらあれだけど沖縄でいうとその本当に名護と那覇にいてみたいな月に一回しか会えないとかだったらどうするか仕事その時休んできたのにみたいなそれでもいいよっていやでもいいよって言っちゃいますいやいやお前も週月一回しか会えなくてうわモンモンしてるわけよ今日彼女とやっとできるわとかっていうさあやっとメイクラブできるわって言った時にごめん友達来てて言ったら それでも行くよな。だったら直されてくよな。いや行かないですよ。行かない。嘘だ。行かない。行かない。行くよ。いやいや友達雇用がもう絶対もう俺はもうこの日のために我慢しちゃったからって。この日のためにお前あのエックスビデオとか見るのやめて。ちょっとやめてください。もうで普通死んでください。そう本当にもうこのね。二十代よ。代女性ですよ今聞いてるな俺やそうだよ。彼女が止まりくるん結局そういうことだよ最後。は そういうことだよ本当も最低ね嫌になっちゃうわ本当にねいやでもそれは止めたことに対しては褒めるべきですよ自分は褒めたな。らなそうだと思います心狭いと思いませんわそういうのに関しはすごい偉いと思うよじゃあ Y さんはじゃ偉い。偉い偉いそれはすごい断らなくてよかったとよかったですはい。そういうことでじゃ一旦解決いいですかこれはいありがとうございますまだまだね相談ありますからはい行きましょうかはい。続いて男性四十代 うん、J さんからい,ただいております、はい、えこの間会社の飲み会があり3次会の居酒屋まで行きそろそろ帰ろうかなと思ったところぐったり酔っ払ってしまった女性社員を介抱し同じ方向ということでタクシーで送ることになったのですがそのタクシーの車内で彼女が。 僕に向かってて戻しししまいまいたかなりびっくりの出来事で<ー>どうしたらいいか分からず<ー>、まあ、とりあえず上着を脱ぎはたでフラフラ,かんフラフラの彼女を、えー、家まで送り届けたのですが、うん、後日、うん、会社で彼女に会うと「うん、昨日はありがとうございました送っていただいたようで」といつもの感じで「 どうやらタクシーの出来事は覚えてないようなのです。なるほど。これはそのまま知らないままにしてあげる方が彼女にとって良いのでしょうか。うん、それとも教えて今後改めさせた方がいいのでしょうか。悩んでいます。ちなみに女性は20代後半です。皆さんならどうしますか。はあ、なるほど。なるほど。<ー>これはね。なるほどね。どうなんだろうね。女性としては聞きたくないだろうな。うん、ですけど、<laughs> そうなんでしょうけどね。 ちょっと最初ちょっとなんか違う、違う方向かなと、皆さん思ったでしょうけど。そうではない。そうではないというね、お話でした。そうですね、僕は一番気になるのは、その時彼女が何を食べたかによりますけど。ねああ、でも居酒屋ですからね、大体まあ。ね、お焼きそばとかかな。わかんない。ビールとかね、唐揚げとか。えどうなんだろうね。これどうですかね。言わなくていいんじゃない。ああ、俺は別に言わないな、俺は、多分。 このまあ、例えばだからこの今後だから飲み会に参加するにあたって結局だから同じスタンスで彼女が望んできてしまうこ,のこれぐらいまた飲んでもいいのかなってやっちゃうこれ自分で改めるべきやろ彼女が。ね、だからそれれがでも言われないと わかんないっていうのはありますよね。けどそれだけ飲んでるから、本人は。うん、うん、うん。ほら、戻してたのことを覚えてなくても、飲んだことわかるやんない。もう記憶がないぐらい飲んでるわ。って自分自身で。あまあ、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 そうですね。まあ、フラフラになってんのはみんなが見ている。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう。履くのはみんなが見てない、ね。見てないにしても、自分が飲んだっていうのは、昨日記憶ないとかなったら。次回が気をつけるよね。 20代でか若いからでも分かんないけどいやも気をけないと思うよ <laughs> もう分かんないよこういう人って分かんない分かんないで一番いいのはムービーにとってあなたこうでしたよって一番聞くらしいけどね <laughs> <ーん S 2> 俺はこんなになってたの<あ>私みたいな俺<ー>みたいな別に戻したりするじゃなく別に普通に酔っ払ってる映像撮って、うん、立ち悪いになったらそうやろうな、うん、でもそれで改める人もいるみたいだけどね、えー、やっぱ客観的に見た時自分はこれはひどいわって、うん、納得すればなんか 改めようみたいな形になるけど、でもお酒は飲まれちゃう人多いからね。そこら辺はもうこれで人生なんかちょっと損してる人多いような気がするけどストップするべきよねやっぱり。止めるべき。止めるべき。いやまずいと思いますわ。リエリエさんはお酒飲んだらなんかまずい状態になりますか？いやや若い頃でもいいですよ。記憶なくなるのが嫌だから。 ご迷惑をおかけするかもしれないでしょそもそも2記憶なくなるまで飲めるだから絶対飲まないもう外では絶対飲まないもう絶対こう調子乗って飲むようなことはしない若い頃とかなかったんか飲んで気付いたら「あドット知らない人いた」みたいなんか破天荒なことなかった何かないんか1回二回ぐらいありそうな感じだん。ね何かそうなるのが怖いからやっぱ怖い怖い怖いもうそうなりたくないから絶対んかいいじゃんドラマみたいでさかさいやー 絶対嫌や。いや、絶対嫌や。俺そういうの超憧れてたけど。俺絶対記憶なくなのに、ゲーってするから、絶対記憶あるんだよね。あ、なるほど。あ、そうなんだ。いいよ記憶なくなるとか、もう気持ち悪く、うーって吐いて記憶なくなるってのあるけど。あ、また復活するってタイプ。あ、でも復活はするパターンかもしれないけど、でもその。長いね。でも一回必ずなんかもう、あれする。回らんようになる。 消化,<ー>消化活動をして <laughs> それでまたなんか元気になってすごいねかもしれなかった昔は<ー>いや僕はいやでも寝る僕寝ますね 寝るのもあるな寝るパターンもある飲み過ぎは寝るんでああじゃあ迷惑からなまだそうまあ寝たら寝たら迷惑でしょうけどまあでもどうだろうねこのだから男性とこの女性がどういう関係かにもよるし直属の部下とかだったらもうアドバイスしてもいいかもしれないねまだこの感じは部下でしょうねそうですね40代と20代ですからねまあなのかだとしても例えばまあ 何だろうねそのこの同僚とか女の子にちょっとこの前こういうのあったから今度飲みに行く時とかちょっと注意してあげた方がいいよとかってっ男性に言われたくないとかのなんか。はいはい そういうそのノリがどんな効果によって変わるんじゃないなといこの相手の女性がね,ねどう言、ね、えばまあこのね40代のジェイさんとこの後輩がもう本当に腹終わって話せるような感じお前この前ひどかったぞそういえばみたいなえー、マジっすか先輩みたいな感じができるのりであれば言ってもいいよねお前,、うん、お前ピンクのしブラつけてんだな,な <laughs> やちょっぱやめてますマジ言わないでくださいよみたいな感じだったらいい,といな俺とかだ デエさんみたいな感じだったんじゃない。デ、うん、エさん意外と年寄りの綺麗なブラジャーつけてるんだよって。<laughs> もうあんた言うなよこんなみたいな。みたいなみたいこんな感じだったり多分いう。いいと。なんかそういう感じじゃない。本当に本当にそう上司と境界線があるような感じだったら。いやもうそんなもう。 いやそんなこと絶対言ないでくださいみたいなとかうそういうノリの子だったらなんかやっぱり言われてから翌日から会社に来れないようなタイプの人とかああまあねあ<ー>その辺はもうそんなことがあったんですかみたいなそんな関係になるしな、ねえー、私そんな感じにな自分のその行動によってちょっと、はああマジっすかみたいなう落ち込むような感じだったらやめたいいね。 まあ、大体見たら、ど、どっちかっていうのは、まあ、わかります。ねまあ、でもね、大体。こういう子って、大体もう、なんか、真面目で、うん。そういう子にかけて、なんか、そういう、なんか、感じがするな。<laughs> その時、まだ外したような,分な。わかんないけど、<laughs> そうかな。じゃ、俺さん、コメント来てます。はいよタクシーでの出来事、うん、行った方がいいと思いますという。あ、そう。う俺さんは行った方がいいはうん。ああ。 その前の現状にもよると思ったらその子はそうなった時に周りが飲ませすぎてたのか、うん、自分から浴びるように飲んでたのかによっても違うから雰囲気も違うよね。本当は自分は飲んでないけど普段もうみんなが「えー、お前も飲めよ」って言って飲ませてこんな感じだったら周りに注意した方がいいだろうし。それじゃくてもう 自分でもうアビリオン飲んでけってなるんだったらお前限度した方がいいよみたいな、うん。う行った方がいいでしょうね。そのそこの彼女がどういうこの戻すまでの現状があ状況がどういうふうにいったかによるんじゃない。普段私飲めないので一ビール一杯だけぐらいの人子だったら多分そこまでいかないでしょ。はなのにまあたまたま今回プレゼン取って目標は飲むしかないでしょみたいな。うん、いや俺もうこ飲まねえんだから飲めっていう形で周りがそういうふうに飲ましてしまったらさ。 そういうそういうのもあるからねそういうのもあるだからその子がそこに行った経緯によるんじゃないだと思うだってお礼もちゃんと言ってるようだから普通はしっかりしてる子だわけよだからあなんかちょっとあ記憶ないけどもあなんとかさ送ってもらったのかなじゃあ俺言わなきゃみたいな感じでそれか周りに聞いて「あ私多分怒って」 あんたはなんとかさんと一緒に送ってやって言ったらあなるほどって言うからありがとうございますということだその根回しできる子だから仕事はできるというかうちゃんと、ねうん、できる子ではあるからだからそういった意味ではあーのー真面目な子ではあるからそ,そういうところも踏まえて言うか言わないかは言ってください。<laughs> うん だって長いじゃん。絶対会社とかさ、付き合いはねこれから。そう。こら辺は慎重に言わないとさ。傷つけちゃうわね。じゃこの男性中40代の J さんには、まあてめえで考えるって話ですよ。知らねえよそんなもん。そんな。はい。そいうちょっとお前もそれで送ってちょっとラッキーと思ってる。それそれがバチ当たったんだよ。逆に。こいつはダメダメ40も悪い。 なんか、もうちゃんと多分、きっと奥さんもね、きっと奥さんとかもいるんじゃないですか、それでさ、ちょっとあれあれ、この展開はみたいな、下心があるから、それで行ったほうがいい、わないほうがだだって、そしかもう、モ物って自分で決められるじゃん。だってさ、これであって、なんかあったら、これを言うことで、すみませんでした、お詫びにとか、なんか、この後もなんか変なことありそうなみたいな、下心あるでしょ、違う違う、この、うん、わかんない、そんなのもあるから、この人はそんなないんだよ。なくないよ、なくないよ。 違うよ、この質問し自時はおかしい。こんなの自分で考えるって話だから、おかしいんじゃないのいやもう本当に何でも送ってくださいとこっちが言ってます違うこれはおかしい、これはおかしい。いいいののののこここででですすれれははそ以外もなやば質問自体 ということでね今週はねもうスペシャルということではいえーもう大盛り上がりでねあいいねあ俺もこういう質問コーナーやりたいねーそしてそしてこの情熱つき人生相談お送りしましたがはいもう番組のエンディングでございます本当にちっちゃい子供がラブって言ってシャツをつけてかいあラブ本当だかわいいねまだ本当の愛を知らないくせにな今から勉強するんやな大きくなのにつれて本当の愛を見つけてよ本当にはい はい、ということですけどはい、でもリュウさんね、もうあっという間でしたけど90分どうでしたかはい、ありがとうございます楽しかったです前回も何回も90分あったよね似ったねー1回、1回だけ一回だけかあの時もなんか、俺がなんか、俺とキャンさんが出れなくてみたいな感じあ、だったと思います、はいあの時は二人とも出なくてじゃあそういう時は、そういう時はもうあれだねあのなんかそういう時は困った時のゴージャスリエイでゴージャスゴージャねねー楽しかったですよ、今日もうん。 やっていいです,いいですね。で、あのー、来週のテーマですね。はい。どうしましょうか、来週のテーマ。テーマなんか、ある。 なんかリスなんかテーマいただけますか？外国人。あ、中国の方なのかな？ちょっとわかんない。どうどうなんだろう。なるほど。じゃああのほら最近 CM とかでもさ、ウェルカムムウェルカム中みたいな形でやってるからね外国人もやっぱ多くなってる。そうそうそう。だから外国人にするテーマ。じゃあ外国人に。あいいですね外国人テーマですね。ねまあまだ日本に住んでてその外国人おもこんな外国人もいるしインドもいいし友達のねあの外国人がとかで 外国に住んでたときね、バックパッカーやってたときに外国での、そんな外国、ないたよ、外国人みたいなはい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 ね、りいさんもほら外国人そうそうそう、外国にいましたよそうだ、いたからいましたよ外国行って、外国人に襲われたのにしもんねあ、わしが落としたんだ車の窓ガラスを出れた、そうれたね。そうなのよ、本当にね、そるからねはい、とで、外国人で外国人でうはい、面白いですね、いいですね はい、そか、外国の方ってむやみやたらい撮るよね本当ね楽しそうねいいわね写真をね今外国人の方がマッションやらって死なないのにやったら一枚いいみたいないやあんたら知らないでしょ俺のことと思いながらもういっぱい取られていいでしょいいでしょはいということですねはいということでリリーさんありがとうございましたはいありがとうございましたまた来週来週祝日なのでよかったらスタジオにも遊びに来てくださいはいみさん遊びに来てください